長見ひなげしは、ケシカの一年草または越年生植物である。地中海沿岸の原産でヨーロッパ、北アフリカ、西アジア、オセアニア、南北アメリカ、日本に分布する。紅色、もしくは、肉色と評されるオレンジ色の花をつける。花弁は、基本的に4枚だが、多少の変動がある。開花時期は4から5月。高さは、栄養状態によって異なるが、 1 5トルくらいから最大6 0トルぐらいにまで成長する。茎には硬い合毛が生えている。葉は細かく切れ込む。果実は細長く、和名の長寿ひなげしはここからつけられた。果実の中には文字通り消し粒の大きさの種が入っている。果実が熟して乾くと中等との間に7から9箇所の隙間ができ、長い茎が 風に揺れることでこの射出部から種を地面に落とす。梅雨時に非常に小さな開国色の種子を大量になす。一つの果実には約1600粒の種子が内包されている。一個体は100個の果実をなすこともあるため、多い個体では15万粒の種子を持っている。種子の表面には凹凸があり未熟な状態でも発芽し、また、結実から5年を経たものでも発芽することができる。 種は秋に発芽して、ロゼット状態で越冬するものと、翌春に発芽するものとに分かれる。発芽適温は7摂氏25度と広範囲にわたり、ことに気温の低下により発芽が促される。茎を切ると黄色、または乳白色の乳液が出てくる。根と葉からは、周辺の植物の生育を強く阻害する成分を含んだ物質が生み出される。 外来植物の改良 FAO 方式による雑草化リスクの評価では、特定外来生物に指定されている植物に匹敵するか、これらを上回る高いリスク点数が得られているが、特定外来生物などには未だ指定されていない。各国では、小麦畑などの秋巻作物の農地へ侵入して、南房除雑草となっている。長見ひなげしは、他のひなげしと同様、 アヘンの原料となるアルカロイドを含んでいないとされ、アヘン法による栽培や所持等の禁止対象とはなっていないが、同法により栽培等が禁止されている消しとの交配の可能性を示唆する論文もある。長見ひなげしには、サブスプ・リカキーとサブスプ・リュビウムという2種類の亜種がある。両者は、花の外見や開花時期、茎内の乳液の色などが異なるが、 日本の図鑑などでは区別されずにどちらも長見ひなげしと表記されている。どちらの種も日本へ流入している。平成、慰め、癒し。日本では気化植物として自生している。輸入穀物などに紛れてトライしたと推測され、1961年に東京都世田谷区で初めて確認された。以後、群馬県、福岡県などにも分布が広がり、 2000年以降には全国へ爆発的に拡散した。2007年には青森県、沖縄県を除く日本全国で繁殖が確認されている。発生場所は初期には幹線道路沿いに限られていたが、2011年には農地への繁殖も認められる。2016年以降、埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、東京都、栃木県、 茨城県、新潟県、群馬県等に位置する複数の自治体では住民に対し特定外来生物や生態系被害防止外来種には指定されていないもののこれらと同様に生態系に大きな影響を与える外来植物として長見ひなげしの危険性を周知するとともに駆除の協力を呼びかけるに至っている都市部に多くの繁殖が確認され 路棒や植え込みなどに大繁殖しているのがよく見られる。また、コンクリートの隙間からも生育が確認される。これらを元としてか、アルカリ性土壌を好むという記述も見られるが、国立環境研究所では、長見日げ市は土壌の種類は選ばず、温暖で日当たりの良い乾いた肥緑地を好むとしている。農業環境技術研究所の藤井義春は,は、 道路沿いにできた種子が雨で濡れた車のタイヤに付着することによって運ばれることにより分布を拡大していると推測している。日本では年度変わり以降の5月頃に役所や企業の予算がついて路肩や中央分離帯、空き地などの除草作業が行われるが、この頃にはすでにほとんどの株が欠実を追い越ししているためなかなか減らない。むしろ除草機の振動により、 種子を周囲に撒き散らすなどするので、除草の意図とは逆に翌春になると、前年より増えていることの方が多い。長見日投げしの蔓延を防ぐには、花が咲く前のロゼット状態の時期に駆除することが、寛容である。一つの消し坊主から千から二千の種子をばらまいてしまうため、爆発的な繁殖力を示す場合があり、地場の他の草花を駆逐してしまう可能性がある。そのため、 園芸湯として楽しむには、花が終わり次第、摘み取る、等の種子拡散を防ぐ注意が必要である。ありがとうございます。